なめらかロールケーキ？なあ、あんた知らんとんま。東京住んどるとか言うていっちょんあかぬけんの。こっちのテレビでも報道されおるよ。なめらかロールケーキ、東京で大ブーム言うて。ああ、そう。で、それがなんね。あれば見てみんな一遍食いたかね、いい容器。ちょっと送ってくれんね。わざわざそんなの。ジャッキー、うまからしかとテレビで食べなんて言うとんの。わかったわよ。じゃあ、今日にでも買って送るから。うん。はいはい、じゃあまたね。母デパートで。来るだけで疲れる。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あ、違う、なめらかロールケーキは地下。ロールケーキ、ロールケーキ。いかがですか、これ今売れてるんですよ。ここが開いて調味料が入れられるようになってるんです。あら便利ね、これ。あ、いやいや、これは後でゆっくり。まずはロールケーキ。排水口の蓋、こんなの売ってるんだね。はあ、そうか、うちのもちょっと取り替えてみるか。よし、買おう。あ、でもサイズがいろいろあるんだ。うちのはこんくらい？いや、もうちょっと小さかったかしら。このサイズよね。え、いや、こっち？なんか、トイレ行きたくなってきた。でも、こんなのうちの近くには売ってないから今買っとかないと。でも、もしサイズが合わなかったら。でも、今度いつ来れるかわかんないし。あ、でもトイレ行きたい。排水口の蓋って普通このサイズですよね。いや、まあ、ご家庭によっていろいろですから。うちのシンクはこれくらいの大きさなのね。だから排水口は大体これくらいよね。お客様、それはお宅で一度測ってからお求めになった方が。そうまでして。とりあえずトイレ。あった、これか、ばあちゃんが言ってたロールケーキは。すみません、これ一つ。すみません、並んでいただけますか。ありがとうございます。いらっしゃいませ。なめらかロールケーキセット、九州に送りたいんですけど。はい、ではこちらに送り先のご住所をお願いします。はいはい、住所ね。ばあちゃんとこの住所変わったんだっけ。はあ、忘れた、何番だったっけ。せっかくここまで来たのに。まったく、ここまで来て。お客様、お客様。あ、確か13の9かなんかだ。タバコ屋をこう入ったところね。これで届くでしょう。はい、じゃあこれでお願いね。お客様、お家帰ってから確認のお電話をください。はあ、すっきりした。よし、じゃあついでに。すみません、これください。お客様、サイズ大丈夫ですか。大丈夫です、これで。多分、今買わないとこんなとこまでめったに来やしないからね。ん？あら、いいわね。これゆうちゃんに買っちゃおうかしら。安いし。でもサイズがわかんないね。多分大丈夫ね。
電車代だってバカにならないし、地元で買えないものはみんな買っとこう。さすが都心のデパートは洒落てる。みかんが好きそうだけど、サイズはどうかね。多分これくらいの大きさでしょ。多分ぴったり。せっかくだからいろいろ買っとこう。みかんとゆずに買ったから、お父さんにも何か。在庫セール。グリーフが2枚で1,000円。安い。これもサイズが分かんない。ブランドってことは外国のものってことでしょ。日本人のサイズと違うわよね。これってヨーロッパのかしら。あっちの人のお尻ってやっぱり日本人より大きいんじゃ。お父さんのお尻ってこの人よりワンサイズくらい上よね。あのお尻くらい。確かこんなもんだったわ。これでよかれ。これください。お母さん遅いな。お腹すいた。なんもね。いかがですかお客様。そうね、うちの枕はもうちょっと小さかったかもしれないな。やっぱこっちの大きさだね。じゃあこのサイズの枕カバーちょうだい。2つね。はい。ただいま。遅かったじゃん。パッと帰ってくるって言ってて。何買ったのその荷物。行ったら行ったでいろいろ目についちゃって。はい、お土産。ぴったり。お母さんの勘ってすごいね。ほら見て見て。どこが。あら、この帽子大きすぎ。ゆちゃん、手短いね。袖が長いんだよ。排水口の蓋以外全滅じゃん。これ、ずいぶん派手だな。うわ、こっちは両方キツキツ。どうすんだよ。あ、このパンツ、なかなかいいぞ。ほらごらんよ。あたしんち。あたしんち。情熱の赤いバラ、そして